どうもキョペちゃんです、今回ですけどもちょっとね床パとなるものを使ってみようかなと思って、まあね今までちょっと使ったことはほとんどない、まあ、ちょっとだけね一瞬使ったことあるんだけど、まあ、面白くなくてやめたんですけど、今回は、以前ね紹介した、冷凍ビームっていうねサムネイルの動画で使ったパーティーに、ね、口滑らしを加えて、やっていこうかなと思って、まあ、多分ね俺のイメージだとこれかなり強いと思うということで対戦やっていきましょう。はい、ということで人科のゴミさんランク S ですね。よろしくお願いします。今回はねスキルが全員ね連携取れてて、雪女のスキルが、氷遊びで、あ雪遊びか、敵味方全員が使う氷属性のダメージがアップで、スノーラビーが氷属性の、妖術の、クリティカルが出やすくなるっていうスキル で口滑らしが、味方の、移動待機時間がね短くなるっていうスキルなんで、もうほとんど移動待機なしでもう全員動けちゃってね、雪女の、移動待機時間ももともと3なんでかなりスピーディーに動き回れるっていうね、まあということでやってるんですけど、まあ、2回動けば口滑らしが、容器溜まるんでもうすぐね、必殺打っていきましょう。相手のね青森じゃないアンドロイド山田そうアンドロイド山田がちょっと怖いけど、まあそこは無視して、まあ、床を埋めることで相手のね多分動きをねそこそこ制限できると思うんだよね。無敵君発動、いい感じでいけてる。よし、いけ。さあお滑りアイスリンク、よいしょ。おいい感じに微妙だけどね、まあまあこれはこれで OK なんで、チャージコンで容器が溜まったから、すぐ必殺打っていきましょう。さあ相手はコマさんジャック出してきたね、まあ、床きれいにされそうなんでちょっと待って、オッケーオッケー。さあ綺麗にしたところにもう一度貼る、そんな感じでねやっていきましょう。さあ向こうのねアンドロイドやマダンがチャージコン持ってるんで、まあそれだけちょっと怖いんですけど、まあ別にねこれアンドロイドやマダンにされても構わないと思ってるんで、こっちがねアンドロイドやマダン化しても、まあ、そのままねこっちでアンドロイドやマダンとして使えるんで、まあ、逆に向こうねアンドロイド山田にしてやってもいいみたいな、そんな感覚でおります。はい、まあ一応警戒しつつ真ん中に止まろう。さあまたね、床埋めていく、よいしょ。お滑りアイスリンク、よいしょ。 OK、 今回なんか綺麗に埋まっていくね、ナイス。さあスノーラビーのスキルがあるんで結構ねクリティカルも出やすいし、で雪女のスキルで床のダメージもアップしてるっていうね、そんな感じですね。さあチャージコン、さあ山田を警戒しつつ反対に移動していこう。お滑りアイスリンク、よいしょ。さあコマさんジャックを倒したいね最初に。さあそこそろそろ雪女をちょっとねチェンジしよう。無敵コンがもう切れてるからね、あえて。さあ無敵コン発動。さあ相手の動きをちょっと警戒しつつ、ああもう溜まってるねアンドロイドはまだ。さあどこに移動してくるかによってこっちの行動ちょっとね考えなきゃいけない。アンドロイドはまだ入れ替えてきたってことは多分必殺が飛んでくるかな、マイニャの必殺がそうな予感がする。来たね、まあ、別にこのなんだ口滑らし一体ぐらいいなくなってもどうってことないんで、まあ、多分おそらくこれで死ぬでしょう。あーやっぱりね、まあ、でも雪女は生きてくれた、これはでかい。さあそろそろアンドロイド山田が出てきそうな予感がする。お滑りアイスリンク、よいしょ。何避けられたか。さあ相手どう来るかな、来た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 。そしたら雪女がね必殺溜まりそうなんで雪女打っていこうか、まあ、最初ねまず口滑らし打っちゃって OKOK 来るか、あーそうそう来ると思うんだよなアンドロイド。 OK。さあチャージコンの間に雪女の必殺でコマさんジャックを倒したい。
さあ行け。これで決まるかな。ゆきんこシャーベット超かわいい。当選本のコンか。なるほどね。あ、出た出た出た。アンドレがまた来た。必殺来るんじゃない。あ、やっぱり来たね。避けよう。あー、ちょっと間に合わないね、スノーラビーは。まあ仕方がない。まあでもね、スノーラビー必殺もうちょっとたまるんで、まあ、逆にこれはこれで面白いかもしれない。さあ無敵コン発動したけど、でもアンドロイド化は防げない。アンドロイドはまだやった。お、オレリュー出てきたね。お、滑りアイスリンク、よいしょ。さあどう来る。さあ向こうのシャクレロをアンドロイド化させてしまいたいね。 OK。 オレリューの必殺を避けてのカウンターでいけ。へそビーム、へそビーム返し、よいしょ。おー、強え。アンドロイド化しようと思ったのに倒してしまった。さあどうしようかな、こっから。あとオレリューと白壁だけ。あ、マイニャンがいたんだね。そうだそうだ、忘れてた。オッケー。さあ必殺が溜まってる。さあじゃあどうしようかな。フェイントかけて、あ、来たね、百裂肉球か。じゃあ下げる。さあじゃあこの間に口滑らしの必殺をもう打っちゃおう。百裂肉球は回避。 OK。 おっと、オレリュー続けて打ってくるか。お、滑りアイスリンク。まあそしたらこっちはスノーラビーの必殺でカウンター打ってこうね。スノーラビーの必殺も可愛いんだよね。さあ当たらないと思ってやめたね。さあいけ、スノーラビーの必殺ホワイトラブストーリー、よいしょ。 OK。 かわいいスノーラビー。さあ勝利、勝てたね。初戦ヒトカのゴミさん、対戦ありがとうございました。さあじゃあ続いての対戦やっていきましょう。お相手はセリさん、ランク E の方ですね。よろしくお願いします。ランク E ってことは多分始めたばっかりな感じかな。まあとりあえずやっていきましょう。レディーゴー。さあさっきと同じ感じで雪女を最初に動かしてチャージして容器貯めていこう。ピヨピヨ子がいるね。かわいいんだけど。さああとはかまいたちとコマさん B だね。倒しちゃった、申し訳ないな。さあ容器が溜まったんで、もうどんどん必殺打っていく。さっきと同じ感じでね、戦っていこうかなと思います。さあいけ、お滑りアイスリンク、よいしょ。はい、まあいい、いい感じ。まあ、徐々にね、ちょっとずつ埋めていこう。無敵コン発動。さあ容器が溜まっていけ、お滑りアイスリンク2発目、よいしょ。おー、出たクリティカル。やっぱスノーラビーのねスキルが効いてる。でしかも雪女のスキルの雪遊びでさらに威力も上がってるからね。さあ無敵コン発動。さあいけ、お滑りアイスリンク3発目、よいしょ。もっとここでコマさん B コマ倒したね。さあちょっと待機しとこう。床が1個埋まって全部埋まってるんで、まあ、ちょっと待機して。強い。ああなるほどね、こんな感じか。ラストブシアンとあれキラコマかな、後ろキラコマだね。よいしょ、お滑りアイスリンク。OK、 キラコマ倒した。あとはラストブシアンだけだね。はい、勝った、勝利。
セリさん、大変ありがとうございました。はい、じゃあラストをやっていきましょう。お相手はケイタさん、ランク S、 よろしくお願いいたします。さあ、どんなパーティーか。 S ランクだからね、結構いいパーティー使ってそう。さあ、ではやっていきましょう。レディゴー。おーっと、なるほど、怨念復活ゾンビパーティーってやつだね。来たか。さあ、怨念が勝つか床が勝つかやっていこう。まあ多分花坂チャージコンとか持ってんじゃないかな。お、チャージコン持ってるけど、どうした？なんでいきなりなんで最前列に出てきたんだろうね。ちょっとわかんないけど、まあ、とりあえずね、いつも通り容器貯めて、でも必殺ガンガン打っていこう。まあ、回復薬さえね、最初に倒してしまえば、あとは人数的な問題で勝てるはずなんで。いけ、お滑り、アイスリンク。よいしょ。オッケー、オッケー、いいよ。少しずつね、マス埋めていけば、それでオッケーなんで。花坂のチャージをさせないことが大事。お滑りアイスリンク、よいしょ、オッケー。でもこれ花坂前に出してきたらあれだよね、絶対すぐ狙われちゃうよね。さあ、ゆきんこシャーベットで倒していく。さあ、いけ、強い、普通に強いね。あとここで西洋館、西洋館じゃねえ、新オーバーンが出てきたね。さあ、入れ替えて、豚が出てきた。お滑りアイスリンク、よいしょ。なんかもうこれ多分余裕で勝つね、これは。きっともう花坂と新オーバーンも倒しちゃったから、あとはもう人数的な問題で普通に倒せると思う。さあ、天の弱根発動で雪女、お、ミリで耐えた。ミリで耐えれるんだね。お滑りアイスリンク。さあ、入れ替えてスノーラビー出していく。スノーラビーはね、ギリギリあの魔王獅子の怨念にも耐えたりするんで、まあ、口滑らしらしいんだけど、まあどうでもいいわ。さあ、いけ。さあ、耐えるか。お、ギリギリ耐えたね。やっぱスノーラビーはね、ギリギリ耐えれるんだよな。さあ、できれば床のダメージで倒していきたいけど、まあ魔王獅子はね、氷に耐性があるんで、まあどうかなってところで、まああとデブタの必殺にもちょっと警戒していかなきゃいけないから迷うね。オッケー、デブタ倒した。さあ、必殺を無駄に打っていく。いや、これ完全に無駄だわ。まさかねぶたがあそこで死ぬとは思わなかったね。さあ、とどめき、耐えるか。おー、ミリ耐えたね、素晴らしい。さあ、勝てました、勝利。ケイトさん、対戦ありがとうございました。あれだね、怨念復活ゾンビパーティーにも勝てましたね。どうなんだろうね、まあ強いけど、まあガチパにするね、気はないんですけど、まあちょっと、まあ、一風変わった感じで楽しかったです。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも楽しんでいただけたら、ぜひ高評価ボタンを押しててね。ではキョウペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。